皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日、2024年1月の13日、14時48分、1ですかね、今月1月28日有明アリーナで、試合があるみたいですけども、まあメイン、まあ他の方たちの試合もあるかとは思うんですけど、まあメインがタッケル選手の試合で、そのペーパービュー方式で、まあ、6000円、かかるということなので、ちょっと私の方は、お金払ってまで、対応しようとはもう思っていません。その試合、まあ私抜きで、試合を行ってください。で、今足の力が取られてるんですけども、そちらはまずお金を支払わなければならない立場であって、ライジン等に関してね、もうこれは K1 の時から、これ実は阪神淡路大震災の前からなんですよ。佐竹さんとかの試合の時から、淡井圭介が頭の中貸したりとか、そういうことをしていました。だけども、それに関して、もう当時、何らかの支払いがあったかっていうと、ない。もうそこからなんですよ。で、その後、阪神淡路大震災があってっていう形なんですけども、だからまあ、K1 とか、その辺とかも全部そうなんですよ。で、金銭的にね、そのこちらの方も、自分の人生のゆとり的な部分、その余裕的な部分に関しても全くない状況であると。で、お金を払ってくれない相手に、いつまでも、なぜ阪神淡路大震災の人間が奉仕しなきゃなんないんだっていうことに、やっぱり答えとしてなりますよね。だからまあ、その試合に関しては私は放棄します。完全に。で、これで、あとはここから、その頭の中は強制的に取られるか取られないかなんですよ。その件とかに関わってね。で、ここまで、しっかりと本人が放棄するっていうことを言ってるのに、当日頭の中取られたりとかもししていたら、私の方がですよ。それも人道的にもうどうしようもないでしょ、本当に。だからもう、この手の話は、その、裁判云々だけじゃなくて、その仕組み自体に大きな問題がありすぎる。で、それを、本当は、科学庁とかでコントロールできるはずなのに、コントロールしていない。分かってないふりをしているのか何なのか。だから自分たちはその関わらないとか、そういうふうな形を、だから世の中の多々あることなかれ主義。で、それによって誰かが何か言い出すので、ほったらかしにする。で、大した仕事はしてない。で、ね、まあ、大学の教授とかもそうですけども、高年齢者の人たちが多いです。で、今日も関西の番組、ニュースライブ正義の味方でね、いい加減なことばっかり言ってます。で、調べました。藤井聡さんっていう人がもともとどういう人か、京都大学の、人間なんですけども、もともとで土木関係も扱っていると。だから今日の番組で言ってた内容は、高速道路を作っていればしっかりした道が作れるみたいなことを言ってるんですよ。全然違いますからね。下道とかもしっかり作ろうと思ったら、それでしっかり作れるんです。で、阪神淡路大震災で、私はしっかりと、現場を見ましたけども。高速道路の高架は、Y 字型のものが、こう揺れた時にね、一本足で立たせるものですから、ボキッと折れて、ね、高速道路自体がもう、ガタッと倒れている。高速道路を作った情報とかそういうことじゃないんですよ。道路関係者だから、まだお金の回し合いとかで、もうそういうこと平気で言う。震源地見たらわかるんですよ。まあ、その時の映像見てもらわなかったらわかる。まあ、僕が言ってることなかなか伝わりにくいと思うんですけども、能登半島のね、中央の方の道路、地図あったかな。まあ、ちょっと、大きな地図で申し訳ないですけども、ここの震源地はもともとここなんですよ。この辺の中央の道路に関してね、早く復旧できたとか高速道路だからとか言ってるんですけども、答え全然違うんですよ。震源地から20キロぐらい離れてるから、だから大したことになってないんです。もうこれが世の中の現実。報道に出てくる人間、ほんとめちゃくちゃなやつら多いで、得意げに、また地震に関しての説明をしに来てるメガネをかけてある老人の大学の教授が言ってることむちゃくちゃ。何回も言ってる通り、能登半島、以前から私が YouTube や、ホームページで記載してるところ、
記載してるところを見てもらったら分かる通り、何年も前から震度4とかの地震何回も頻発してるんですよ。これ何かって言ったら秋田県でずっと石油を採掘している、ずっと中は空洞化、広がっていく、ね、新潟の前通り越して、新潟はもう2010年から、2000年から2010年の間で大きな地震が2回発生してるんですよ。震度 6ぐらいの地震が。で、6か6強。で、だんだん西の方にずれていってるんですよ。で、海をね、見たときに、陸地の方が盛り上がってるだとか、隆起してるだとか、そういう話を、まあ普通の報道番組で言って驚いてますけども、断層っていうものはプレート説ではなくて、空洞化が油の採掘とかで出来上がってる。で、それによって、ね、何十キロにもわたって地面がゴボッと凹むんです。で、その硬い岩盤層が、その陸地のところに入り込んでるんです。じゃあ、陸地のところはその岩盤層が入り込まれた時どうなるかって言ったら、海岸のところは砂とかなんです。だから盛り上がるんです。わかります？簡単なんです、仕組み。で、いつまでたってもプレート説とか言ってる。もう何回も言いますけども、第一次世界大戦から第二次世界大戦のドイツの学者の教授はプレート説っていう大間抜けなことを言い始めたんです。地球の中心に重力がかかっていて同じ方向にぐる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 回ってるのに、大陸は右からと左からが入るわけがない。で、バネのように弾くって最初テレビで、昔から放送してたでしょ。何十年間にもわたって、10年以上にわたってね。違いますよ。土とか泥とか跳ねるわけないじゃない、バネみたいに。金属層がある。金属層は金属をバネのように加工してるから、ね、スプリングのようになるの。違うから。車の交通事故見たらわかる。金属へこんだ、へこんだまま、跳ね返ってきたりしない。だ経済バカだもん、人間とかが。か、もしくは、第二次世界大戦で敗戦国である日本、ドイツ、イタリアのドイツの、もう第二次世界大戦の後すぐぐらいに死んでる。数年ぐらいで。で、言った内容だから、馬鹿にして、テレビで放送した。あいつらアホだって。ただテレビで報道番組とかでも取り上げてしまって、それが本当のことだと世間に広まってしまった。そんな時代に、第一次世界大戦か第二次世界大戦のプロペラ機飛ばしてた頃の時代に、そんなこと分かる人どこにいるの？地面の中のこと今でも分かってないのに。阪神淡路大震災で私が言ったの。港川のそこへ小学生の頃何回か降りに行ったことがあって遊びに行ったことあるから分かってるって。コンクリートの底はゴボってえぐれて、水深2メートルぐらい、もう水が、その、河川の底のここからさらにこうゴボってこうなってると。で、ここの奥がどうなってるか分からへんと。水は流れっぱなし。液状化現象、今回の地震でもあったでしょ？あれと同じで、神戸市兵庫区のところからいろんなところにずっと浸水してたんです。大雨とか降ったらもっととんでもない量が流れ込んでいきますよ。で、中が空洞化が発生していて、大きな地震が発生していて、震源地が垂水区の南の海のところみたいな形で最初、放送されていましたけども、これも覆しましたから。私が当時言って。まだ20歳にもならない頃に。違いますよって。被害を見たらわかる。タラミクで全壊してる家屋はほとんどない。で、その隣は明石市。で、そこも、全壊の家屋なんかまずない。すごい被害をこう持ってるところで半壊。全壊なのはタラミクの隣の須磨区や、長田区、兵庫区、中央区、灘区、東灘区。だから港川のあるところが兵庫区であって、そこから全域に広がっていたから、震源地は兵庫区か中央区。まあ、ちょうどわかる。距離的に。西側にも東側にも。これが報道の実態。万博を、ちょっと内訳とか状況をある程度説明しておきますね。その技術的採掘可能埋蔵量、各国で見たときに、あと、10年前後で、もう採掘できなくなる国、ブラジル、アルゼンチン、両方とも残り11年ほどです。で、コロンビア、エクアドル、7年分ぐらいです。メキシコ、9年分です。アメリカ、11年です。で、あとは、まあ、上限を20年ぐらいで物事見ると、ギニアも残り19年。これ、2020年、
カンさんですよ。今も2004年なんです。で、中国残り18年、インド16年、インドネシア、9年、マレーシア13年、オーストラリア14年、ノルウェー11年、イギリス7年。これが現実です。で、その、ある一部の国で、埋蔵量がね、たくさんある国は、ある程度あるのはあるんですよ。意外とこう、リビアとかね、約77億キロリットル。キロリットルというものは1キロリットルあたり1000リットルです。で、まあ、サウジアラビアが約473億キロリットル。イラン、イラクが、250億キロリットルや230億キロリットル。クウェートが161億キロリットル、アラブ諸国連邦155億キロリットル、などなどあるんですが、ロシアが171億キロリットルなど、メキシコも多いです。ベネズエラが世界で一番埋蔵量多くて483億キロリットルなんですけども、世界中がね、残り採掘可能埋蔵量がこれだけ下がってきてゼロになった時に、ゼロになる前からもうある程度の量しか採掘できないから、世界中、だからロシアとかサウジアラビアとか、ベネズエラとか、まだ石油が採掘できそうなところ、ある程度、イラン、イラクとか、そういうところにみんな買い付けに行くしかなくなるんですよ。だから全体的に世界的に採掘可能埋蔵量が54年分なんです。だから世界全体で数字を見たらいいんですけども、だこれをすぐにやめなきゃなんないのに、世界全体がこれどれぐらいほったらかしにしていたかっていうと、中国はね、まあ、この間の、報道番組で年間の販売台数が3000万台を突破、1年間で。で、海外の輸出が470何万台。で、これはもう世界一。で、それ、日本も人口規模で見ると大量に作っています。海外の拠点とかも合わせると、例えばトヨタ数年前だったら、1000万台近く販売したりしてるんですよ。一社でね。他にもホンダとか、まあ、日産はルノーと三菱との連合になりましたけども、現在はね。まあ、他にもいろんな自動車メーカーある、トラックの部分とか含めて、日野自動車とか、いろんなもの含めてですよ。で、その、もちろん中国と日本だけじゃなくて、車作ってるのは、韓国はヒュンダイとかがあって、インドはタタとかがあって、まあ、ドイツはフォルクスワーゲン、その傘下で、ベンツやポルシェがあって、で、アメリカは、GM など、ビッグスリーがあると。で、他の国も、イギリスは作ってるし、イタリアも作ってる、フランスも作ってる。世界中の、その、まあ、サウジアラビアも作ってるんですけども、世界中で、ね、結局、出回ってる車の量がもう10億台、を多分突破してるんですよね。どう考えても。だって1年間で1億台ぐらい世界中で作ってますもん。もうこれ無理じゃないって。消費がどんどん加速するんだからって。で、私の家の近所では何が起きてるかって言ったら、もうこれはもう10年か20年ぐらい前からですよ。中古車の販売ショップがあるんですけども、すぐに倒産して、そのまま車が放置されて、車からもうコケ生えてますもん。本当に。ほったらかし。誰も後始末なんかしてない。もうこれが世の中の現状なんです。本当に。先進諸国だなんだろうって。GDP 世界、ね、ちょっと前、バブルの頃第2位だとか大きなこと言っといて。もう実態これ。だからもう、車の販売台数を世界中で、もうみんな本当は電車バス等で移動できるから。電車なんかもう昼間どこもガラガラ。朝の通勤とか帰りの帰宅ラッシュの時だけ。混んでるの。その時間帯に他の人が移動したらいいだけ。特に昼間、車いっぱい走り回ってるでしょ。で、会社関係の人たちも車電車バスで、車電車バス徒歩で移動すればいいんですよ。なんか抵抗勢力はいるから、ちょっと言いにくくなっただけで、何か、もしくは、聞いてる人がしょうもないことを考えてるか。で、それプラス建築業界もね、ずっと、
もう家は足りてるんですよ。足りてるのにずっと作りっぱなし。2011年の阪神、ああ、じゃあ、東日本大震災の頃が空き家の数が600万件対。それが今、もう1000万件まで到達してるから。作りっぱなし。買う人おらへん。男性も女性も高近年で生まれてきてる人の数40万人ずつぐらい。誰が買うのって。どこにいるの買う人って。親からの家を受け継ぐ人だっているんですよって。で、二人で結婚して一軒の家に住むんでしょって。何にも考えてないから。本当に。大企業だのなんだのって。大きな会社の役員さん、社長さん、すごいなって思うでしょ？実態、何も分かってない。これ、現実。で、よく見たら、年齢65歳以上。無理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 、経営なんかできるような状態ちゃうから、本当に。違うから、本当に。で、その世界中 の、 その政府の首脳の方たちとか、状況を見てもらったら分かると思うんですけども、アメリカのジョー・バイデンさんってもう80歳ぐらいの方。ね？世界のリーダーだの何だのって言っといて、そんな 高年齢者の人を盾にしてみんなほったらかしにするのって。でロシアはロシアでプーチンさんも次4期目かな5期目かななんか4期目だったと思うんですけども、大統領に出るとか言ってるんですけども、けど VTR 見た時みんなどう思います？なんか昔の VTR 流してるような気しません？若い時の映像だって、もうプーチンさんだってもう70ぐらいでしょ。そのロシアのラブロフ外相のこととか名前出てきたりしますけども、インターネット記事とかテレビでも出てきましたけども、80代ですよ。おかしくないですか？その中国の王毅外相も、もうあの人ももともと僕と会ってる方なんですけども、僕は20歳ぐらいの頃に。だから今から26年ぐらい前。で、それから、日中の、大使になって、その後、外務大臣になられてるんですよ、中国のね。で、その人が復帰した話とかにもなってるんですけども、なんかそれはそれで変だなって思うんですよ。その、フェイクニュース祭りだから、どこからどこまで本当なんだろうがあるんですよね、どうしても僕の中で。で、もうこれ、もう今、世界の状況が、もう全然手に負えない状況になってるんですよ。わかります？だから、昔、タケル選手、僕に会いに来た時に、まあ、妙な誤解から、ちょっとしたトラブルになってますけど、あの、au ショップの前でね。タケル選手でしょ？で、多分後からよく思い出したら、タケル選手を言ってたのは、リング上で、僕たちが言われてることも聞いてほしいだったんですよ。で、僕が、タケル選手が子供を連れて au ショップの前にいた時に聞かされたのは、多分タケル選手が聞かされていたヤジだったと思うんですね。それで僕はそこにいた人間、つまりタケル選手がなんか喧嘩を売るようなことを言ってきてるんだって認識してしまってるんですよ。だからもうその科学の分野とかも手に負えない状況になってる。本当に。人間が喋った内容を本当にそのまま再現してきようから、コンピューターが。だからその辺のところで、ちょっとね、僕は僕でしなきゃならないことがあるから、とりあえずその河川水門開始ダム発電とか、地下水流トンネル発電の特許に関して、その出願をとにかく、しようと思っています。お金かかります、これが。結構な金額は。だけども、するしかない。で、それしたところで、当てなんかないんですよ。自民党にはもともと断られてるから。神戸市議団の自民党のその政務調査官の人に話持っていて話したんですよ。で、国会議員の人の判断を仰いでもらえますかっていうことまで話して、で、実際国会議員の人に聞いてもらったんですよ。自民党の。それで断られてるんですよ。まあ、エネルギーを大量に作り出す河川水門開始ダム発電と地下水流トンネル発電の、菅さんが国会でも話していたのに、僕とね、まあ、その、テレビのニュースを通して、未来の時間軸から声をかける方法とか、僕からの、いつものルートで送った SD カード、まあ、高島彩宛ての SD カードで、そこからマスコミ通して、だから第三者を通してね、マスコミの方に情報を上げて、で、状況分かってる人間、複数作っておかなきゃならないから、
ああいったこういったとかあるから。で、それでも国会で日本、琵琶湖から日本海側に通すのか、その、太平洋側に通すのかのところでちょっと意見分かれてたりとか、国会でもそこまで話してる内容を、しませんっていう返答してきたんですよ。だから特許を申請して、僕はお金を、例えば十何万だとか、もしくは20万ぐらいお金払って、で、結局、何にも話進みませんでしたっていうこともあり得る。今まではだってそうだもん。本当は自民党の窓口に話持って行った時にすぐに進めればよかったの。河川水門開式ダム発電だけで日本中に設置した時に晴れの日だけでも5000万キロワットルあたり、5000万キロワット。1秒間の発電でそれぐらい発電できるポテンシャルあるもん。できなかったとしましょう。だけどもそこに近いような数字を出せるはずです。近い数字が出せなかったとしましょう。だけどもそれが仮に達成できたのが1秒間あたり2000万キロワットだったとしましょう。だけどもそれは何にもしなかったよりも大幅にマシなんです。だって昔の原発なんか5万キロワット級とか30万キロワット級、最近の原発1秒間の発電量が125万キロワット級とか135万キロワット級。ただしその代わりウラン鉱をたくさん消費しますよ。早くウラン鉱がなくなってしまいますよ。こういうこと作るしかないの。できるできないじゃなくてもうするしかないので、こういう現状なのに世界中で何してるかって言ったら、自動車メーカーが金稼ぎのために自動車作りまくってる。違法行為をしているのはどちらかって言ったら、もうここまで話分かっている以上、自動車メーカーの方が違法行為している。50億人の命をないがしろにしてるから。これが本当。で、さっきまで思ってたんだけども、この手の大真面目な話をしたらすぐ空晴れる。これが事実。で、あと建築業界とその自動車業界を完全に抑え込まないと無理。高いビル建てるでしょ？エレベーター使うでしょ？高ければ高いほどエレベーターが稼働するでしょ？結構電気消費する。東京都の上からの上空からの映像見たらわかる。12階建てのビルはすごい小さいもん。もう一瞬上がってるよ、もう家の中からでもわかる。50階建てとか30階建て超えのビルを多数作ってるでしょ。で、大阪でも同じような状況起きてますけども、神戸も一部起きてる。で、ガラガラ。それを僕は撮影、神戸のところだったらある程度撮影してる。入居者なんかほとんどいない。洗濯物が出てるか出てないか、物干し竿が出てるか出てないかでわかるから。で、さらに、水を電気で汲み上げてる。どうしようもない、本当に。分かってないの。建築業界も。名前だけ一級建築士の人間であって、エネルギーの残存量問題が何にも知ってないから、ね。その後解体するときにどれぐらいエネルギー消費するかとか何にも考えてない。2003年に個人情報保護関係が出来上がって、生まれてきている人たちが、男性、女性が、こういう風な形になっている以上、年が明かすじゃない。じゃあもうエレベーターなしの4階建て5階建てもしくは3階建てぐらいの、例えばマンションとか集合住宅を作るんであればね、そういうの作ってりゃいいじゃないって。でしょ？だけどそんな簡単なことすら政府も建築業界もできてないんです。仕事ができてるかできてないかで見るとできてないんです、両方とも。で、こういうことを大っぴらに言える人間っていないんです。会社に入ると。だから、その、タケル選手とかも、ライジンの選手とか、ボクシングの人たちとかも、テレビ出る人たちも全員当てはまると思いますけども、スポンサー関係とかいろんな話があるから、言いたいこと言えないでしょう。じゃあ、社会全体どうなるかっていうと、そのままの方向でしかずっと進まないんですよ。世界中。じゃあ、絶対滅びるんです。で、その話は僕は20歳ぐらいの頃に、そこまでいろんな人たちに話突き詰めて、テレビで放送してもらったんですよ。コンピューターに描いてもらった未来ってこのまま進んだらどうなるかって。自動のグラフィックで。
人間がどんどん死滅していって、エネルギーが回らなくなって、物資の運搬ができなくなって、スーパーマーケットに食料が並ばなくなって、さすがに食料の奪い合いをしているところの映像はありません。だけども、人間がいなくなって、コンクリートの群れである東京とか大阪で、だんだん老朽化していって風化で。で、何百年、何千年、もう木が生えてきてる状態。軍艦島でさえ、長崎県のね、もともと石炭とかを採掘していた軍艦島っていう島があって、もうそこは無人なんですけども、そこにも学校とか集合住宅ありました。コンクリート製の集合住宅。そこからだって木生えてきてますもん。何十年かで。100年かかってない。木生えてくるまで。で、もう、だからこれはね、僕はずっと、まあ他者から見たらね、僕に対して何を慌ててるんだろうとか、余裕のない人だなって思われるかもしれませんけども、それはもうみんなが社会の実情っていうのは何にも分かってないから。何が分かってないって、自民党が分かってない。石川県の能登半島で元旦に大きな地震が発生してるのに、ね、自民党とあと経団連。経団連の会長、徳倉さん。被災地と万博。あ、どちらか一つじゃないと無理だみたいな話じゃなくて、両方とも成功させるみたいな身勝手なこと言ってるの。何言ってんのって、被災地の方が優先でしょって。どうせ大こけするんだからって。あんな大した出しもないようなところ、みんな見に行かないから。それ先導されてみんな見に行ってただけなの。大阪の万博とか。人間を丸ごと洗うジェットバスとか、月の隕石のかけらだとか、どうでもいいものばっかり。太陽の塔を見たらわかる。あんな出し物、はっきりと大きく見える物体見て、あんなものにお金払って見に行こうとする人間の方がどうかしてる。自分で考えた方がわかりやすい。テレビというものは巨大な マインドコントロール装置。お金がかかってるからあれだけ平気で嘘言えるの。それが報道とかの実態。誰の稼ぎのため、テレビ出演者の側の稼ぎのためや。あとそこのスポンサー、はっきり言うよ。浪費してるだけ。建築業界にお金取られてるだけやん。で、建築業界の人たちも、そこまで本当のことが分かったら、俺たちだってそんなダーティーな仕事したくないよって言ってくれるよ。それよりもちゃんとお金払ってくれるんだったら、俺たちが被災地行って、復興を手伝って頑張ってあげるよって言ってくれるよ、ほとんどの人は。それこそ危険なところは危険手当までつけてあげたらいいじゃない。他より賃金高めで。ね、こんなに簡単なことをすぐに即決できない。政府も経団連も。これは日本の実態であって、世界中もどこの国も同じだから。で、一回ホームページは YK スケの利益の1番から、一回見てくれたらいい。これ全部 見るのに30分かからない。簡単。文章のところだけでも、読んだらすぐわかるんだけども、5分以内。わかりやすく、短い文章で書いてる。日付で言うと、ここ最近だから2024年の1月の、まあ11日とか、その前後のところで、かなり厳しいこと言ってる。この辺。これ見ただけでもわかる。一時停止を押してもらって。もう実際一番のところから見てもらった方が画面見やすいから分かりやすいと思うんですけども、あとはここからアクセスできる新聞記事、もう11月の時点で本当は、万博カジノ自体に、あ、長崎まで作ろうとしてるから、IR、カジノ付きで。で、それを国が一回止めたはずなの。だけどなんかまだするみたいな話がインターネット記事で流れてる。分からん、本当に世の中状況はどうなってんのか。もともと、昨年の11月、2023年の11月の時点で、興味のある人、30% の、まともな人たちは、いろんなことはしっかりと分かってる人たちは、興味がないって答えてる人が 69%。で、朝日新聞は、賛成が、45% かな。で、反対が 46% っていう、これ、調査なんかしないの、ちゃんと。自民党の支持者に聞きましたって。1% だけ数字変えてくんの。
調査なんかしてないの。昔からオリンピックも同じ。あの時も僕おかしいなって思った。オリンピックしたいって言ってる人 51%、 したくないって言ってる人 49% とか、 1% のさ、調査なんかしてないの。どこの誰が日本人全員調査なんかできるの、電話かけてね。無理でしょ。いい加減なことしか言ってないので、そこに関わってた人たちはお金稼ぎしてただけなので、エネルギーの残存量問題がこれだけ逼迫してるのに、世界中で何の対応もできてないっていうのは、これが現実。節約の部分で。一応風力発電とか太陽光パネルはたくさん作ろうとしてるけども、全然足らない。話にならんぐらい足らない。だってもうガソリン車作っちゃったんだもん。まだ年間1億台ぐらい作ってるんだもん。無理に決まってんじゃない、こんなの。その後作ったら、売ってしまうんだから。じゃあ10年ぐらいは使うよ、新車なんか。10年間ガソリンの消費絶対抑え込むことできないんだよ。こんなに簡単なこと分かんないのに、こんな簡単なことを分かってるのか分かってないのか、そのガソリン車の販売をすぐに停止したらいいのに、だから僕は2024年の4月にもう世界中でガソリン車の販売停止して、電気乗車も、補助金なしにして、みんな電車バスとほとんどの国どこでもそれで行けるっていうこと書いてる。それが本当のことなんだから。で、この間の COP28 な、本当にいつ開いたのか分かんないけども、昔のニュース混じりだから。今2019年の対比率で 60% 減が必要。エネルギーの転換ですよ。エネルギーの転換っていうことは、ガス、石油、石炭、あとウランコ。 60% できると思います？減。まだ河川水門返し山発電と地下水流トンネル発電とかまど発電とマグマ発電すべて揃えて、で、みんな電車バス等で、もう車いらん、売るわ、で。で、あとは本当に仕事でどうしてもいる人、電車バスとこで移動できる、あの、現地行ける人は別よ。山の中に仕事場があるとかね、フルツラーパークとか、中和株式会社の北神戸店とか、それでどうしても車通勤必要だっていう人だけ車乗って、で、どうしても買いたい人はそれを中、あの、みんな車売って、中古車、元々のホンダとかトヨタとかが中古車扱って売っとりゃいいの。作るのにエネルギーがものすごくいるんだから。採掘するのを掘っていってね、大量のガソリン消費してるんですよ。それも運搬して。で、加工して溶かして。で、削って。組み立てて。ものすごいエネルギー消費してるの。ゴールデンウィークに、トヨタの方のとあるシーンなんですけど、ちょっと名前忘れましたけども、ゴールデンウィーク、ほとんどの工場は、お休みです。ね。自然再生可能エネルギーでゴールデンウィーク、まあもちろんエアコンをつけてない時期っていうのもあるんですけども、スーパーマーケットとか一般の家庭でも。だけども、1日の電力の 86% 自然再生可能エネルギーで賄えてる。工場とかはたくさんエネルギーを使ってたってこういうこと。あとエアコンとか。ある程度冬場とか暖房とか必要だと思います。ただ夏場はほとんどの人は扇風機で過ごせる。僕なんか扇風機使ったの、去年の夏5回だけ。あとエアコンない。そんなもん使わん。根性あったらできる。根性あるかどうか。あと状況を理解してるかどうか。だこれが、今の僕の現状であって、6000円払ってまで、そのペーパービュー、お金払ってまで、見て、試合の勝ち負け、関わることはできない。その試合自体私は放棄したい。で、これをしっかりと宣言して、その時の試合、私がどうなるかっていうところも一つの記録として残しておきます。以上です。まあ、タケル選手には申し訳ないんですけども、これがもう世の中に置かれてる現実なんでね、その、あの、揉めた時にね、ちょっとも僕、もう少し背高い人が車に乗って現れたでしょ。で、まあ、その人が、そんな態度だったら協力できないだとか、そういうことを言ってましたけど、違う状況は。もう全員これ協力するしかないの、選択肢。もう国費金の問題だから。原油とかガスの輸入量は絶対減るの。だから世界中で個人情報保護関係を作って、
非人道的な方法で人減らしに動いていたって、これが世の中の実態。みんな、引っ越した人間とかの相手先、男同士の友達とか、女性同士とかの友達も含めてね、もう消息不明、探しようがない。できるとしたら、裁判所、お金がかかる。で、それ相応の理由がいる。その人の住所にたどり着こうと思ったら。これはもう現実。もうこんな世の中の回し方で絶対うまくいくわけがない。そんなことしてる個人情報をなんか作ってる暇あったら、自然ともともと個人情報ができる前から、実は人口縮小していってるから。車屋とかを止めたらよかっただけ。トヨタとか。で、河川水門開始玉発電とか作っといてもらったらよかっただけ。今頃もう全部設置できと。で、建設業界もこんなにたくさん家建ててなかった。設置作業が仕事になってたから。もうこれが世の中の実態。いやもう仕事云々とかで動くような社会とか状況じゃないっていうこと。だからまあ万博のことに関しては僕もこれだけ、いろいろ言ってるんです。だからなんか経団連の徳良さんが万博のチケット500万枚確保できたらなんだのって言ってますけども、だからそれ売るつもりなのか、自社の人間に配るつもりなのか、何だか知らないですけども、経団連という組織の関わり合いのある会社の中で、どうするつもりなのか知りませんけども、作ったはええけども、売らなきゃなんないから、どうしても始めさせてくれ。それと人の命どちらが大事か、もう大真面目に考えてくれよって。こっちなんか生活保護者なのに1万円寄付しとるぞと、被災地に。もういいやん、倒産者だって。いっそ生活保護にやってみた方が、身軽になるかもしれへんよって。いちいち金のこと、節約した日々を送らなきゃなんないけども、だけど何が間違いで何が正解かはっきり分かるようになるから。どっかで働いてる人間の傲慢さがあって、働いてる人間の方が偉いって思ってる人間がたくさん存在する。だけどもそれは違う。働き方見たもん全部、どこもかしこも違法だらけだもん。めちゃくちゃ分かってないもん。飲食店も。スーパーマーケットも。腐った食料を平気で提供しとん。いろんなところで。そこのイオンモールがそう。昼間に3割引きのお惣菜買いに行ったら、確率ほぼ 100% ジンマシン出るの。腐ってる。で、近くの松屋。で、そこもテーブルの上にドレッシングとか出しっぱなし。冷蔵庫にしまうっていうことさえ分かってないの。これで飲食業開いてんの。腐ってる。ドレッシングかけたらどうなるか。ジンマシン。腐ってる。普通すぐ営業停止。保健所に連絡した。で、後でこの件折り返し電話しますって去年11月に言ってぐらいに言ってきて、それから連絡なし。これが行政の実態。仕事できてない。仕事できる人がいないの。公文書公開っていう法律のことを教えて、例えば生活保護の窓口の人とかも、あ、この文書この人に渡していいなっていうのがやっとわかるぐらい。教えてあげなかったら何もできないの。自分たちの仕事分かってないの。こういう人たちばっかり今世の中。もう、あんまりそういうふうな勝ち負けに、関わっている余裕ありません。ということで、まあまあ、厳しい話にはなりましたけども、これもみんなでね、その辺のところ話広めるしかないんです。本当に。自分のことさえ知りゃいいっていう世界から全員抜け出してください。それをお客さんには、お客さんに説明して、伝えてください。で、ワンという団体は中国の団体だと思います。じゃあ、中国のその人たちにも伝えてあげてください。で、正直日本からこういうふうな呼びかけはできるけども、だけども、あと、中国の人で中国国内のことは変えてもらわなきゃなんない。でも、それはものすごく難しいことだと思いますよ。もう日本国内でこれだけ言ってきて、物事全然何も進んでませんから。車の自動車の、ね、生産量減産だとか、ビル建てるんやめるだとか、何にも進んでない。ずっと言ってる。もう撮影したのも、もう1年以上前でしょ。記録見てもらったらわかると思いますけど。これはこの世の中の実態。で、テレビは放送しない。金稼ぎしたいから。これは彼らの本性。
以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いします。だからもう、この手の話から逃げるやつ、もう相手せんかったり、で、そんなやつに仕事回さんかったり、本当に。もうそういうような方式にせんかったら、絶対抜け出せない。で、まあ、あと10年、20年ぐらいしたときに、みんなで食料の奪い合い、で、それしたところで、3日間生き延びられる日が増えるかどうか、もうそれだけ。何もできないんであればね、その車の減産、建物を建てない、これ以上。今あるところに住んでもらったらいい。ある十分家に、家は新築のものは十二分にある。で、河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電、かまど発電、マグマ発電、全部行う。早期に。これ10年かかってちゃう。もう絶対無理、どうせ。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いします。